はじめまして、チーバーことちえみ先生です。なんと30年以上途切れずに飽きずに家庭教師を続けてくることができました。若さはありませんが、様々なタイプの生徒さんに出会い、指導経験を積むことができ、たくさんの宝の山の思い出ができました。これは卒業生からもらった手紙です。宝物箱に入れてあります。収入を得ること以上の大切な宝物です。指導では伺って勉強に入るまでによく観察するように心がけています。表情、声の感じなど疲れてないかななど様子を見ます。元気がないなと感じたら率直に尋ねてみるようにしています。また、できてない点やネガティブな点などは、よほどでない限りは、こちらからは口にしないように気をつけています。目に見える進歩、目に見えない進歩、気づいたらすぐに親御さんにお伝えするようにしています。実際のプリントなどをお見せして、以前できなかったところが自分一人の力でできるようになりましたよとお伝えして、生徒の成長を共に喜び、気持ちを共有するようにしてきました。定期テストが返ってきたら、必ずそのテストそのものをお見せしながら、良かった点、改善点、率直にお伝えすることで安心してもらえています。今受け持っている生徒の中の一人ですが、中1の新入生テストが160人中78番でしたが、現在17番と成績アップしています。さあ、次はあなたの番。自分の可能性を信じましょう。親御さんはお子さんの可能性を信じましょう。ここから始めましょう。いつやるの？今でしょ。